そういうのね、これですかね。これ見て、なぜかね、バッグに牛乳に入ってくるっていう。バッグいる？いらない？いるか？あ、持ってる。あ、こうするか、ちょっとみんな。なるほどね。なぜかね、バッグに担いでてやろう。なんか同じポーズしてる。怖い。これ、バッグの宣伝みたいになってる。確かに。ねえ。うん。しちゃったんだろうね。あ、コートにあやる写真撮ってもらわないといけないけど、そのアングルから私は入るかもしれない。この間ちょっと写真多かったですよね。あれ多すぎて大変でした。選ぶのは大変です。本当だ、バッグの宣伝みたい。コマーシャル違う、こっちです、うん、行きますか。どうしたのって感じ、はい、行きますよ。はい、行きましょう、はいはい、皆様こんばんは。こんばんは。しまくインスタライブ、もっチャンネル、あ、もっチャンネルじゃない。もっチャンネルでいいんだよ。もっチャンネルですけど。何言ってるの、もう忘れたかい。始まりまーす。はい。はい、はい、今日は、うん、いよいよオリジナルのニットのシリーズ、はい、ご紹介します、うん、できましたね。できました。昨日入荷、入荷か、入荷、はい、夜7時半の入荷で、はい、7時半そう、もう、入荷だ、ね、みたいな、うん、そして今日初本舗初公開ですね、うん、前職ね、はい、来てご覧いただきますので、はい、あとはこの後のコーディネートにもいろいろ登場しますので、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、では行きます、うん、行きますか、はい、はい、お願いします、うん、はい、よろしくお願いします。はい、わー、もっこちゃんかっこいい。かっこいいんですよ、今回オリジナル、うん、まず、うん、タートルのニットと、うん、ロングのタイトスカートのご紹介になります、うん、はい、こちらでグレーを着ております、うん、かっこいい。で、私はなんだこれ、いろいろ出ているが、はい、背中側に空いてる方にしています、はい、これが作ってる時の形なんですけど、うん、空いてる方を前にしても着られます、うん、でもとにかくこのニットはあのフィット感はあるんですけど、うん、すっごく伸びるので、うん、着た時に体のこういう背中とかラインを拾いにくいです、はい、それでヒップとかは自然に丸みが出ます、はいはい、今回あるよね、ペチコートが間に合わなかったので、はい、全員ペチコートを履いてなくてこれだけ拾ってないので、ペチコートを履けばもっとね、ナチュラルにヒップライン流れると思います、うん、ですね、はい、そうなんです。スカートとあとワンピースにはペチコートがつくんですけれども、はい、ちょっと遅れておりますので、そちらは、はい、こう後からこう配送とかを、うん、お渡しするような形にできます、はいはい、いやもう単純に綺麗だよね。綺麗ですね、うん、これが前回オリジナルでも去年作った、ウール50とアクリル50の素材で、うん、もうすっごいサラサラで着心地が良いです。でこの編み地去年めっちゃ評判良かったのでね、はい、同じ編み地で今年はいろいろとデザイン展開ってことですね、うん、そうですね、うん、ちょっとなので去年のと同じ組み合わせでできますので、はいはい、あとはこのスカートはこのポッケがポイントですね。カーゴです。カーゴ、はい、うん、ノーマカマリをイメージしてシマークオリジナル、うん、かっこいいね。かっこいいです、うん、あとスリットですね、うん、そのポッケがついてることでヒップラインとかが消えるのね。そうですね、目線がね、うん、消えます。そっちに行くので安心感があるのとかっこいい、はい、そうですね、はい、あとジャケットがありまして、うん、ジャケットを着ると結構こうちゃんとした感じになります。これがまた綺麗にできましたね。ですね、うん。こんな感じになります。こんな感じになっていて、ボタンが2箇所。
です。もうあのニットのジャケットなんですけど、結構形がしっかりしているので、うん、あのもう本当に普通にサクサクいろんなコーディネートに着られます、うん、ジャケットだけは同じ糸なんだけれど編み地を変えてミラノリブ両面編みにしてもらって、はい、しっかりとしてますね、うん、はいです。こんな感じになっております。で、あ、そうだ、後ろははいスリットが入ってます、はい、ベンチですね、はい、もっこちゃんあれだよね、今突っ込んで着てるけど、はい、ちょっとベルトを外して出してみてください。はい、これはあのちょっと春夏作ったあのロングスカートのインベルが5センチの幅でやってたんですけど、もうちょっと狭くなった方が使いやすいっていう声を何人かいただいたので、今回ベルト幅3センチにしてますね、ウエストね、うん、それで出してみてください。で、こんな感じで、うん、そうですね、この感じもいいよね、気楽にね、はい、ちょっとかっこいい、そうですね、うん、あら、いいじゃない、とても着やすくて、うん、本当にかっこよくていいと思います、うん、この感じだと普通にあのスニーカー、スリッポンで合わせてもらって、ね、今はね、ダストタイムかなっていう感じですね、はい、もうそれぞれ別々にも着られますので、うん、スカートと T シャツとかそういった感じでも大丈夫です、うん、はい、さらっとお値段言います、はい、タートルのニットが2万900円で、うん、スカートが2万8600円、はい、ジャケットが3万6300円で、はい、全部38と40の2サイズになります、はいはい、で実際はこれリブニットなので、あのヒップのところで少しこうあの持っていかれる感じで、マーメイドラインみたいなタイトになりますね。そうですね、だからいい意味でヒップのある人ほどこのマーメイドラインが生きるので、より女らしい曲線を楽しんでもらえると思います。そうですね、はい、ね、で、うん、両サイドのスリットが154センチのもこちゃんですか、はい、で膝下5センチ、160あるか、あ、もうちょいか、もうちょいあるか、はい、ね、160ある方で膝丈ぐらいになりますので、運動量もあるし、履き自体が全然履きやすい、うん、大きいっていうことはないので、はい、まあ走るぐらい元気な方でも大丈夫ですね。大丈夫です、うん、綺麗です、もうさらっと着ておしゃれなセットアップになってます、はい、うん、で肩パッドも工夫してますよね今回、はい、肩パッドが取り外しができるようになっておりますので、あのどちらでも大丈夫です、はい、つけてもいいしつけなくてもいいです、ね、うん、この 1,2 年あの、まあ、インポートのブランドに限ってのことなんだけれども、ジャケットに肩がしっかりできてき始めているので、まあ、そこら辺のね、コンストラクトっていうんでしょうかね、構築的な部分をそろそろまた意識して楽しんでもらいたいなっていう提案を兼ねて今回肩パッド、ね、はい、パフスリーブとかも出てますね。そうですね、はい、パフに対しても肩パッドをつけるとよりパフが生きるっていう良さもありますよね。まあいろんな意味で今回あの試験的なあのトライもオリジナルですが、さらにやっております。はい、はい、です。はい、じゃあ、次熊谷さん、宮部さんも同じシリーズ来ますので、ね、うん、ぜひご覧ください、はい、取り外しができるのって懐かしいって、懐かしいでしょ。またね、取り外しはともかく肩パッドは本当に最近増えてきてます、うんうんうん、そこのところでその無理感っていうのが2年ぐらい前はちょっと無理やり感を感じていたんですけど、去年ぐらいから自然な感じ、今年はもう普通に行こうよみたいな提案をしたいと思ってますので、あの、まあ、そこら辺抵抗なく見ていただければなと思います。あ、ちなみに最後にこの帽子と手袋がティーラベントのもので、これがセットで8580円、ね、これが色違いもあります、ガラスが、うん、これめっちゃ可愛いよね、これが意外にね、なんかじわりじわり、そう、じわじわくるセットです、ね、ティーラベント最近すごいなんか可愛いんですよね、面白い価格の遊びもひっくるめてね、はい、いい感じですね、はい、意外にこのね、手袋グローブと帽子がないと割と
普通になっちゃう、もっこちゃん、うんうん、ちょっと外してみる。いいです。いいです。はい、はい、わかりました。はい、うん、じゃあ、あの、あ、そのバッグも、はい、紹介してもらった。このバッグが、3色、うん。みんながね、1個ずつ色違いで持ってました。はい。こちらが13,200円になります。色で迷っているのでどなたかブルーを着てください。はい、あの着る予定ですから、あの待っててくださいね。ブルーは誰か着ますよね。セットで着る予定がない。着る予定がないの、うん、じゃあ後で着てくれれば。木工か女王順番ね。はい、はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、ありがとうございます。ブラックはおにぎりみたいで可愛いって、どれだろう。みんなが帽子か、うんうん、はい、はい、おにぎりってやっぱ思う。はい、曽我さんちょっと待っててくださいね。ブルーもあの来てもらいますので、うん、はい、はい、出てきました。ワンピース、はい、うん、着てます。はい、ワンピース、あのヒップカマーベルトなんですけれど、クマ細すぎるので、うん、腹巻きに見えちゃう。腹巻きでいいかもね、冷え性の人は。それを少しクシュクシュってたごまして、もうちょっと下げてもいい。いやね、本当は多分なんかもっとここにボリュームがあったりするといいんでしょうけど、はい、ちょっとなくて。くまちゃん素敵。あ、本当ですか、うん、ね、女らしいですよね。そう、あの足151センチとかだけど、割と長さを感じさせない感じですね。折らなくて平気だよね。折れないし、いや、あのスカートだけほら92センチあるんだけど、はい、普通の92だとズルズルなるじゃない、うん、でもこの92センチは平気だよね。全然平気です。だからこれ、はい、この色が欲しいなって思うくらいで、うん、V ネック、綺麗な V ネックですね。綺麗よね。下のあれ、はい、で、ちなみにこのカマベルト、あのスヌードになります。なります。はい、はい、もシンプルです。はい、でこれ、はい、そうです。おお、そうですね、ストーンと、うん、ストーンとですね、ね、この感じでもいいよね。これでも、あ、きれいきれい、そう、いいかな、はい、で、これで一応スムーズにしてもいいよって感じですね。全然、うん、全然いいはず。お、あ、そうだ、まだあれだ、前のスムーズよりやっぱここに巻くように作ってるから、うん、大きいの、大きいですよね、うん、でもいいじゃない、蝶がつくほどオフな感じのタートル、うん、オフタートルみたいな感じになります。はい、こんな感じで、あ、うん、また全然違う雰囲気になりますね。うん、いい感じよ、これはこれで、うん、女らしい。これでさ、あのベルト、ルーズベルトとかちょっとやってみて。ルーズベルトとかちょっとやってみて、うん、あ、私ルーズベルトダメかも、うん、そっちじゃなくて、あの例のやつよ、カシャッと、バックル、うん、バックルの、はい、はい、半月、これうん、うん、それで平気。で、それで前を下げて、うん、そうそうそう、その感じで平気で、セクシーなんか、うん、その感じでいいの。じゃあちょっと、私はこれを活用せずにこれで、うんうん、そうそう、この感じでいい。そう、その感じ、その、うん、できるだけ落とす方がセクシーになる。ちょっとあれだ、はい、ここからでは見えないから、うん、家帰ってみようか、うんうん、愛のない写真で、愛のない写真をここお願いします。はい、愛ある写真で、一応これスヌードっていうか何でしたっけ、うん、あのカマベルトっていうか、うん、カマベルト、うん、まあ普通のカマベルトってもうちょっと違うんだけど、あのヒップ周り、うん、ウォーマーみたいな、ウォーマーじゃないんだけどね、うんうん、でこんな感じになってます、はい、綺麗なキャメルです、うん、あ、西さんからクマさん色女っぽいって、あ、本当、うん、本当に嬉しい、うん、なんでしょうね、あ、やっぱこの色がいいのかな。そうそう、西さん、あのスカートも取り置きさせていただいております。1号店、うんうん、あ、うん、ジャケットもよかったらね、うん、ぜひお試しください。あ、うん、あの一応色違いますけど、はい、ね、そうで、はい、まあ、カッタカッタ私ありで、うん、かなり絞ってますからね、うん、熊の細さでもぶからない、うん、あの綺麗でした、してみたら、はい、前参考に止めてみますね、はい、うん、
ありがとうございます。半日日さん。ね、綺麗だよね。で、一応普通にジャケット着るとこういう感じ。うん、ちょっとここがくびれた。はい、かなり絞ってます。で、うん、私、まあ、5号から7号とか、うん、ね、割とサイズ感があれなんですけど、ね、その肩のデザインとか、うん、あと着丈とか、うん、あとこの辺の余り具合とかは、うん、あんまり大きさを感じないデザインになってますね。ニットのジャケットだからある程度ね、うん、あのアームとかは少しゆとりを持たせてますので、ここ、うん、はい、軽くもうちょっと厚手のものの上に羽織れるような感じもひっくるめて作ってます。ニットだとゆとりありますよね、はい、で、あとさっき言ってたベンツあってっていう感じですか。はい、この雰囲気で、そうそう、みんなおそろで、そう、変わり番号の、はい、枠になりますよ、うん、デカバッグもちょっとまたね、秋冬になるとおしゃれな感じしますね、うん、まあ、特にこの感じ、はい、質感いい感じですね、うん、いい感じです。私からはそのデザインかしら、うん、まあ、着るときはボタン外した方がいいね、うん、外して、まあ、ベルトとかね、うん、そうです、そうです、で見せた方が素敵かなっていう、はい、割と細身でも、はい、宮田さん今日はお疲れさんでした。あら、見ていただいて、うん、こんな感じ、うん、なりますね。はい、こんな感じですね。はい、着丈もバッチリですので、ぜひお試しください、うん、そんな感じですね、はい、はい、ありがとうございます。お値段に、ああ、そうだ、はい、あ、この V ネックと、はい、このこれがついたワンピースが38,000円になります。はい、はい、はい、ちなみにあのこちらのワンピースも今日ペチコートがないんですけれども、ペチコートがつくともっと滑らかに、うん、はい、流れるような、流れるように、はい、感じは、はい、楽しんでいただきます、はい、素敵ですよね、うん、いい感じです、はい、ありがとうございます。はい、さあ、黒の女王、黒でーす、モーツァルトのあれみたいね、夜の女王みたいなね歌っちゃうこれ、はい、はい、はい、ジャケット、はい、そしてトップス、はい、で今 V を前にして着てます、うんうん、それでタイトのスカート3点セットで着ています。はい、それでこのジャケット綺麗ですよね、本当本当に綺麗です。ちゃんと撮ってくださいね、写真。そう、それでなんかこの V と合わせるとなんかすごくバランスが良くないですか、この開き V、ねね、そうで、あとお襟、うん、きっちり立ちますよ、このニットなのに、そこがすごい、はい、とっても気に入りました。あのこちらのトップスは実際は後ろ開きなんですけどね、 その子ら前をグイグイ開けていきたいから、そう、そう、後ろじゃ嫌って前で開けたい、はい、でもあの後ろ姿綺麗ですよね、はい、あの逆にしたっていう風にはならないので、はい、うん、はい、さすが黒がシャープにお似合い、あ、本当ですか、ありがとうございます。中のそのネックレスがポイントで効いちゃってるんです効いちゃってますね、はい、それで、あのこれいろんな着方ができると思うんですよね。それで、あの例えばこれではなくて、はい、あのきちんとしていきたい時なんかは、うん、こういうツイード、そう、ね、ツイードのジャケットとかを着てもいいんではないですかね、うんうん、どうですか。いやいや、完璧っしょ、ね、うん、ちょっといい感じのお出かけしたくなりますよね、はい、こういう、あら、この感じ、そう、今見ていただいてる西西さん、はい、おすすめしたいですね、これね、そうですね、うんうん、こんな感じでとてもいいと思います、うん、これにちゃんとしたバッグ、ちゃんとしたバッグって言ったら変なんですが、うんうん、はい、ただもう本当にどこへでも行けますよ ね、 ね、うん、エレガントな感じになりますよね、うん、さすが女王、かっこいいですね、いいです、黒の女王決まってますね、 ありがとうございます、ね、はい、いいと思います、かっこいいです、はい、でツイードによく合いますね、合いますね、うん、そう、このボリュームに負けないですもんね、うん、下のニットが、負けない、だから、うん、これで
こう形だとか、うん、素材があれだとちょっと、うん、ジャケットに負けちゃうじゃないですか、はいはい、だけど全然負けることなく着られるのでブラックは間違いなくかっこいい。でも色迷うなって迷わないで迷わないで、ね、YK さんはブラックな女よね。 YK さんもね、 YK さんね、うん、ブラック綺麗かもしれないですね。あなたもブラックよみたいなそれで今日は黒が素敵。 ありがとうございます、うん、コロナ禍収束したらおしゃれして出かけたい気持ちになりますね。そう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 、なりましょうよ。なりますよね、わかる、うん、その気持ち。そう、ね、それで、はい、そうですね、このあのスカートも、うん、上も、はい、あの2サイズ、2サイズあります、はい、38、40がありますので、はい、あのぜひぜひいらしてくださいね、はい、あの40サイズはね、あの黒は若干多めですけど他の色は3枚ずつしか作ってないので、はい、まあ、ちょっと40サイズが気になる方早めがいいと思います。いらしてください、はい、ただスカートの場合は普段40の方でも38で平気。そうですね、うん、ウエストゴムですし、はい、結構これあのテンション、ニットのテンションと編み地のテンションが、はい、あの両方生きてますの で、 そうです、ね、だれないんだけれど横伸びっていうか履いた時の、はい、体の線を全く拾わないです。そうですね、はい、うん、そんな感じで。いやでも本当かっこいいわ。綺麗ですよね、本当に綺麗で。ジャケットは、おいくらですか。ジャケット、36,300円、36,300円ですね、はい、36,300円になります、はい。でこのジャケットを他のものにも使えていくので、うんうん、一つあると便利ですよね、はい、これからのストールをしたりとかするのに綺麗だ、はい、もしかしてそのツイードのジャケットだったりしたらあれかもしれないから両方言っときましょう、はい、じゃあツイードの方がこれイブルースなんですが、イブルース、はい、53,900円です、ね、53,900円、はいはい、イブルースのツイードのジャケットは53,900円になります、はい。あらこういう風に崩しちゃってももうね、あの何でもジージャンそのものにね、着方に変化はないんだけど、そうですね、こういうこういうものにこそジージャン行きますね。綺麗、ちょっと小粋にしてみました、うん、いい感じ、いい感じ、いい感じです、はい、なんかそんな感じで、うん、ワクワクします。そうですね、着られるので、はい、いろんな着方ができるので、うんうん、一つあるとカジュアルからきちんとしたところまで行けるんではないかなと、はいはいはい、もう一回戻っていいですか。オリジナルの黒のミラノリブのジャケットを羽織ってもらって、はいはい、女王のもう基本中の基本ストール巻いてもらいましょうか、はい、うん、そうだね、それがもう普通に素敵だと思う。で、はい、今私はこの肩パッドを入れてます、はいはい、はい、じゃあ今回はブレずに黒と決めてますが、スカートがサイズ、あのラブラレイトさん 100% 大丈夫です。かっこいいね、この感じもいいですよね。そうですね、やっぱりいいな。こんな感じでどうですかね。どんな服も女王コーデになっちゃう。普通に巻くだけなのに誰とも違う、その子の世界。ないですけれど、うん、綺麗ね。綺麗ですよね、うん、どうでしょうかね。早くニットを着たいです。うん、ぜひぜひ、もう着たらもう即ですよね、これ、うんうん、本当に綺麗ですよ。めっちゃ綺麗ですよね、すごく。それでこれ長さもあるので、うんうん、ここまであるので、うん、もう本当に使えると思いますね、はい、これは。それとね、うん、あのトップスは3通り他にも合わせがね、そうですね、できますからね、できるようになってるのでね、うん、かっこいいです ね、 ね、その前の V が死んでもったいないとも思うんだけれど、またそれはそれ、これをストールを外した時 に、 外した時に見せたいそうそう、見えちゃうところが、そうそう、そんな感じでね、はい、いいと思います、ね、やっぱりスカーフの女王、はい、いえいえですね。であれですね、この後、うん、ブルーを着てくださいって、うん、はい、そうですね、はい、おっしゃってたので、はい、着替えますね、はい、はい、よろしくお願いします。ちょっとお待ちください。はい、あら、なんかまた急に可愛いこぶってない？そうなんです。なんか可愛い感じじゃない、はい、あの、うん、これの後に宮部さん、ブルー着てまいりますので、うん、ちょっとお待ちください、うん。
これがね、すごい可愛いんですよ。かわいい、めったんこかわいい。ブランベールの、はい、こワンピーなんですかね。ワンピーですよ。ポンチョみたいなワンピーみたいな、うん、パーカーのワンピースになります。うんうん、それさ、あのフード周りのバインドしてる、それをちょっと見せてほしいんだけど。これがですね。フード周りがカシンとした感じのテープ、硬いテープが貼ってあるのよ。あらまあ、もっちーさん、かわいい。これかわいいですよね。うん、かわいい。あのフード周りに、こう、うん、なんか、ね、白がむちゃくちゃ可愛いですよ。可愛いですよね、うん、あのしっかりしたリボンテープみたいな、うん、面のテープみたいなのを貼ってるので、うん、ここが綺麗に形作られます。しっかりね、しっかりしたテープっていうか、はい、なってるんですよね、うん、なんかね、でもう細い薄めのベルトぐらいね、しっかりしてるテープですね。なんかあのなんか学生さんが教科書止めるあれみたいな感じになってるので、それはフードがへたらないようにそこのところを強化してる感じの使い方です。使い方です。で、このポッケがなんか立体的になってて、うん、可愛いんだよね、全部かわいい、うん、はい、立体的になってて、うん、裾がなんか絞れるような感じにはなってますけど、絞らないで切るのかな、はいはい、絞ってギューンってやってグラインにして着ても可愛いね。ね、うん、でもモックはこの感じが可愛い。このふわふわ感がまた面白いですよね。はい。なんかここまでなんか分量があるのってあんまり見たことがないので、うん、ちょっと面白いかなと思います、うん。フラップ付きのビッグポケットが効いてる。効いてますよね。なんか可愛いんですよ。可愛いよね。そのフラップを上げるとそこにグレーのトリミング。そうそうそう、はい。ここが気を期待してます。フードの内側のグレーと同じになっております、はい、で、うん、やっぱここのテントラインのこのシルエットがすっごい可愛いです、うん、めっちゃ可愛いよね、うん、もうめちゃくちゃ可愛いよね、これね、めちゃくちゃ可愛い、うん、それと生地、あ、生地が言ってやってくださいよ、麺なのに、はい、あれ、麺なのに返してくれないね、麺なのに、麺なのに、いや気持ちがいいの、めちゃくちゃいい麺です、はい、ちょっと贅沢な、なんかすごい滑らかで、滑らか全然ごわつかないんですよね、うんうん、もうね、そう、麺100です、麺100、そう、大げさなんだけど、なんか麺じゃないね、そうですね、柔らかい、いいウールのような肌触りよね、そうですね、うん、で、あの思ったよりも、うん、なんかこういうパーカーってちょっと厚手のもの多いですけど、うん、あのいい感じにちょうどいい薄さ加減なので、うんうんうん、結構ずっと着れると思います、うん、真夏以外全然着れると思います、うん、その襟のテープの補強のおかげで襟がへたらないのよね、そうですね、そこの角度、高さと角度があるからいいんだ、うん、全体にこれも、うん、立体感が生きてる、はい、でちょっとちらっとね配色が見えるという、うん、重さはなしです、なしです、全然こうフードの重さも感じないし、ね、洋服の重さない、着てないよね、おそらくこの、ね、はい、感覚的に、もう全然楽です、すごく、うん、めっちゃくちゃ贅沢な面です、うん、贅沢な面っていうことは少し値段も贅沢かな、そうですね、確かにおっしゃる通りです、はい、こちら36,300円になります、うん、あ、じゃあそうでもないね、着心地とかも絶品、うんうん、めったんこかわいい、そしてこの可愛さ、うん、しかもこれ2色じゃないでしょ、はい、あ、3色ですね、はい、そのボケさ加減がもっこちゃんですね、これ3色揃えといて2色しか見せない、あ、そんなことなかったこちらの、ライトグレーと、はい、黒になります、はい、で配色は、はい、ライトグレーの配色は薄いグレーになっております、うん、で黒の時はチャコールグレーの配色になります、そうそう、首ちょっとおしゃれな首周りが立ち上がっていてすごく素敵、モッチーさんとってもお似合い、可愛いですよね、めったんこ可愛いね、この首周りが蝶がつくほど
セールスポイントだね。そうですね、うん、ここのね、うん、本当このロゴが覗くところも可愛いし、これがポイントなのよ、うん、本当にへたらないもん。そうですね、うん、ここがそう、そこでフードを作ってる、立体感をねなっております。だけど本当に全然当たりとかないので、ファッションってさ、こういうところだよね、気遣いと。そうですね、うん、ある種の無駄なんだけど、でもそれって形を作るために絶対必要なこと、はい、それがまたおしゃれに効いてんじゃない、あのロゴが入ってて。そうなんですよ、ロゴチラ見えね、チラ見えです。うん、いい感じです。めちゃくちゃ可愛いですね。気持ち良いですよ。気持ちいいですよ、すっごい気持ちいいですね。ずっと着てたいぐらいね、はい、ほんとこれをパジャマかなんかにしちゃったら、したい、うん、殴るかい倒されるかわいいね、でもね、いい、こういうのこそ究極のおしゃれ着だね。おしゃれ着ですね。部屋でこういうの着ててさ、やっぱセブンイレブン行っちゃうみたいな、ね、やっぱね、セブンの買い物、うん、セブンな女、格上げな女、セブンな女はこれ、はい、いい感じです。はい、はい、です、おすすめです、はい、そんなところ、はい、もう一回バッグも、あ、かわいい、なんかいい子みたいね。まるでね。はい。はい。うん、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。先ほどの、黒の色違い着てみましたが、はい、いかがですかね。曽我間さんはこの色似合いそうよね。綺麗です。照明来たらね。タイルがクオーですからね、うん、そう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 、キュンポンギュだからね、ですからね、そう、ボンキュン、うん、ボンか、こういうのもいいんじゃないですかね、うんうん、すごくいいと思います。ジャケットをちょっと着てみましょうか、はいはい、こちらのジャケット、きれい、きれいですよね、うん、個人的にはこの色好き、いいですよね、うん、これ好きに決まってろうかな、上から出るとしてもいいのかな、いや、綺麗、綺麗、そうですね、いや、絶対いいと思いますね、はい、綺麗ですね、綺麗ですよね、ジャストのベルトの方がいいけど、うん、いや、この感じでかっこいいと思いますよ、いいですか、うん、ジャストで、はい、ヒューヒュー、やっぱりブルーかなって、そうです、あ、ブルー、うん、あ、いいんじゃないですかね、うんうん、これ紫みたいなね、はい、色だからね、かっこいいですよね、はいはい、うん、ちょっとあの茶色とさ、ブルーミックスのストール貸してみて、あ、見てて、うん、いや、かっこいい、かっこいい、ね、他にはなさそうなニットの色って、もうね、ちょっとね、また自慢しちゃっていいですか、もっこちゃんがつけたんですよ、この色、あ、素敵、うん、色を選んで、さすがです、単にいっぱい色見本があって、これって指さしただけですけどそう、それで、はい、あれですよね、はい、これあの黒、はい、例えば黒のタイプとか、はい、うん、そういうのにも黒の相性がいいし、茶系、茶系黒相性いいので、はい、いいんではないですかね、うん、かっこよすぎ、少しすぎ、うん、紫寄りのブルーがそのデザインになってますね、いや、本当に綺麗でね、派手じゃないのよね、この綺麗さって、綺麗、あら、素敵、かっこいいですね、はい、こういう時も前の V は消えますけどここ、あ、ちらっとどうしても見せたいその子です、はい、ちらっと、うん、こんな風に着てみてもいいんではないでしょうか、うん、めっちゃかっこいいです、ね、はい、ね、ちょっとバッグかなんか一つ下げてみましょうよ、はい、あ、そしたらもうこの時にちょっと外します、はい、うん、もう振りますね、そうったか、こんな風にいきます、はい、今日入ったばっかりのマレーラ、はいはい、のバッグを着てみました、ちょっと皆さんイメージしてくださいね、近くの通りこういう人が歩いてたらどうします、どうします、写真に撮っちゃ怒られそうだからでもそっとね振り返って、ああ、ああいう格好私もしたいとか思いませんでしょうか、
どこで買ったのかしらっていうね。そうそう、うん、でも分かる人はすぐ分かる。シマークだ。シマークしかない。目白でシマークかなってね。そう、日本中にこういうの。そうそうそう、シマークしかない、きっとシマークよ、見てあれ見てあれ見てって、スーパーマンから、うん、スーパーマンじゃないシマークだって、ね、そうそうそう、行くといいですね。はい、はい、こんな感じです。よろしいでしょうか。スカーフも完璧ってね、うん、完璧です。嬉しいです。よかったらソガマさん、スカーフをお待ちしてます。はい、ね、はい、これジャケットも一応2サイズあるから、そうです ね少しこうバーストでいつもねちょっと引っかかったりするんだけれど、そうですよ、ね、これは全部大丈夫です。そうですね、大丈夫だと思いますよ、はい、今締めてここだから握手も取れまっちゃう。ね、ありがとうございます。うん、結構ね、女王歩くとあのサインしてとか握手してっていう人はね、心で思う人いっぱいいるよね。言いますよ、本当に。はい、ということなので、はい、ご検討ください。はい、ありがとうございます。シマーク攻めまくってますね。うん、はい、クマかな。はい、はい、お、かわいいじゃん。今日入ってきた超絶賛、これとこれ、うん、ご紹介したいなと思って、はい、うん、してちょうだい。またこれね、バッグ持ってきた。うん、フルセットでいっちゃおうかしらって言っちゃ、ね、来ちゃってくださいよ。お試しいただきたいですね。うん、これも可愛いんだよね。そう、モコモコの。はい、説明してください、くま。モコモコのフード付きのベストが入りまして。で、色もたまたま、うん、ちょっとキャメルっぽい雰囲気であったので、うん、一応上下で着てみました。うん、でこれ、まあ、前にもちょっと似た方式のがありましたけど、うん、そうそう、両サイドがファスナーになってて、ね、そのプリーツが消えるとちょっとね、あのスポーティーな感じのかっこいいスカート、うん、でファスナーを上げちゃうとちょっとエレガントになる。で上げると綺麗なプリーツが光沢のある出てきます。うん、それ素材は何でしたっけ、ポリ、うん、ポリエステル、コーティングをかかってるポリエステル、サテンに近い感じの、かわいい、ね、かわいいですね、めっちゃかわいいでしょ。これね、あのちょっとおすすめです。値段もかわいいの、ポリエステル、ポリだよね、うん、洗濯機でも大丈夫です、うん、全然大丈夫、洗います、はい、で、まあ上まで上げるとよいしょ、せんね、味噌です。はい、これも本日入ったばっかりです。ばっかりだったので、ベストもスカートも本日入荷ね、うん、あのウエストはもうどこまでも締められるので、うん、あの私でもつままずに今入ってますけど、そうですね、無理くりギュッとして、うん、これも90センチぐらい丈あるんだけど、クマが着てもこの長さが邪魔にならないよね。あの今年多いからなのか、うん、あんまり気にならないですね、だよね、長さが165ぐらいある人まではもう全然感覚的に、うん、あの変わらない感じで履いてもらえますね。ですね、はい、そう、ここがポイントです。めっちゃ可愛いよねこれね、うん、お色違いありますよね、3色3色、はい、はい、両方、まずは、うん、ベストからいく、で私が着てるのがちょっと柔らかいキャメルか、ね、全部合うと思う、うん、大丈夫、うん、ベストがね、3色、はい、オフ白とグレー、はい、ちょちょって着てみてください、ね、はい、やっぱりね、着た方が分かりやすい、うん、あのライトのね、そうです、そうです、はい、この辺もなんかベストにヒットしました、みゆきさん、あー、可愛いんですよ、うん、ちゃんと裏もついてるから、うん、滑りもいいですしね。でちょっとトーンを合わせているので、この辺だとまあしっくりくるかな、ね、ボアなんだけど柔らかくていいベストだよねこれね、うん、うん、でちゃんとポケットがついてます、はい、バッチリですね。すっごい細身にあの見えるんだけど、パターン的に意外にサイズ感は拾えますね、うん、かなり細く見えますけど、白い T シャツこの、はい、ブルーグレーみたいな色、うん、この色もいいですね、はい、基本的に茶系には全部合いますね、この、うん、合いますね、うん、で、ち
ちなみに、はい、スカートがこのスカートいいよね。今ちょっとこういうカーキっぽいキャメルっぽい感じですけど、一応黒とこのグリーンもいい色だね、カーキもね、うん、で配色がちょっともっと深いお色、うん、はい、まあ、こっちもそうか、こっちも同じぐらいの色、はい、うん、で黒は黒っていう、うん、ぶわっちりだよね、うん、もう全部ここの辺の生地も光沢があるところがポイントですね、うんうん、でもう光沢がもう第一のポイント、第一のポイント、うん、あとここにも OK、 あ、これ見せたっけ、いや、ちゃんとついてると思う。あの、しつけで止まってる。ポッケの跡が、うん、残ってる。残ってる、うん。でも、ここのポッケ普通に入りましたよ。うん。あの、しつけで止まってるんだってば。おそらく。ですか、うん。ちょっと。はい、ないです。ない。はい、見せかけでした。見せ、お尻は見せポッケでしたけど、はい、うん、両サイドには、ちゃんとポケットありますので。おしゃれだよね。はい。で、うん、はい、見せかけでした。失礼しました。ポイントですね、はい。ちゃんと作ってあるから、どうしてもポッケが欲しい方、うん、これ簡単にあのそこのところ切り込みのところからポッケ作れますので、必要とあらば言ってください。はい。で、このモコモコのベストが19,580円。19,580円。はい。はい、で一応中のこうよくたびたびディスプレイとかでも使われてるこのフライガールのカットソー19,800円、はい、一緒だ、うん、びっくりして、このスカートが16,280円、あら、思った以上にお手頃、うん、履きやすい、綺麗だよね、シワにならない、うん、特にいつもファッション口うるさく言ってるんですけど、このタイプのやつって割とありがちだったりするじゃない、プリート挟んでるやつ、うん、あの仕立てがもうとにかくね、あのみすぼらしいのが多い、うん、ね、こんなに釣れまくってて、そうそうそう、やっぱりこれはね、あの他で例えば気に入ったのがあって買う場合はここの縫製は見て買った方がいいですよ、なんかこういう爪とかですね、そうですそうですそうです、そうです、はい、綺麗だなと思います。あと、はい、ファスナー下ろした時も、うん、あの全然そういうこと挟み込まないっていうか、ううスムーズに落ちてくれるっていうところ、全然響かないでしょ、その中のプリーツが、中でこれがポイントです、皆さん、もこもこしない、はい、なんかその辺もポイント高いなと思います、はい、本当に高いんです、うん、なのでこんなのもあります、はい、ぜひ見に来てください、はい、バッチリグッドですね、うん、そんな感じですか、ね、楽しいよね、うん、はい、よし、全部連れて帰る、はい、うん、全部連れてっちゃう、はい、連れて帰ります、はい、ありがとうございます、はい、女王はまた、お、黒白、はい、黒白できました、ブラック&ホワイト、はい、それで、かっこいいね、そのこれね、おこれマーク・ケインのかっこいいなんですが、これが着たくて、そうそう、着たくて無理やり作ったみたいなね、そう、無理やり、うん、もうこれを目立たせるためのファッションですみたいな感じですね、はい、はい、とても好きです、はい、めっちゃかっこいいですよね、それで、うん、これやっぱり下も白黒で合わせてるんですが、うんうん、こうやって開けて着るよりは、ギューンと上げて、そう、そしてこうダラッとする、ちょっとね、そう、そう、なんとなくこのそこを絶妙よね。そうなんですよね。もうこれが着たくて目立たせるためにこうちょっとパンツとここお袖白を出してみました。どうですかね、こんな感じで可愛いですよね、はい、でこれはタプツをしてるけどそんなにボーンとしてないので、はい、上からコートも着られますし、うん、はいはい、このまんまでもあとストール、はい、ウールのね、はい、大判のストールとかはかっこいいと思います、うんうん、ついでにやってみましょうよ、ないんですもん、もこちゃん、もこちゃん、とりあえずそれで大丈夫、万能、本当ですか、うん、大判ないけど大丈夫大丈夫、もっと、うん、はい、厚みのある、ね、うん、そうですね、でも全然平気と思う、はい、やっていただくといいかなと、そのニットジャケットがね、目がつんでるからね、全然平気と思います、そう、あったかいんですよね、はいはい、こういうのってね、うん、こういうのでやっていただいてもいいかなと思います、うん、はい、いいと思います、はい、
それで、ね、黒白最高です。自由が丘ライブで見ました。お値段が可愛くないけど超かっこいい。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。でちょっとこれ当ててもらっていいですか、はい、自由が丘ライブでね、コトフ君がそう、このグリーンで合わせて、これもすっごい素敵だったんで、とても良かったですよね、うん、ちょっと失礼しますね、うん、マネキン以上に、そう、女王が来た方が分かりやすい、かっこいい、伸ばしてましたよね、うん、この感じ、この感じ、ちょっと、はい、そうですよね、グリーンが、うん、はい、出てる感じで、うん、あのコーディネートしてましたよね、はい、そうです、素敵でしたね、うん、この感じね、うん、こんな感じで、はい、この感じで、はい、あの今白の部分を黒のタイツとか、はい、ね、黒のパンツで合わせてもらうと、そうですね、パツパツもいいと思いますね、うん、いいかなと思います、はい、とにかくこの真っ赤の上着、これね、なんかわからないけどなんか惹かれます、そうね、そうで、生地感もすごくな、なんの、うん、ね、すごい、うん、ね、生地は羊毛ポリエステル系、はい、で62,700円、うん、そう、編み地がねもう独特ですよね、そうなんですよ、なんて言うんですか、うん、これすごいしなやかで、うん、そう、ニットなんですけどね、そう、すごく羊毛、うん、不思議な編み地です。あとそのファスナーのそれがね、取っ手っていうのか、ここですね、はい、はい、それがまた綺麗ね、はい、いい感じですよね、はい、こんなんで上に、うん、着るのをちょっとこう、うん、出た出た、そう、出ちゃうんだ、出ちゃいますよ皆さん、こういうもう白黒でおとなしくまとめてるので、びっくりした、これでおとなしくしましたっていう話かと思ったこんな風に、うん、ちょっとこれも可愛いでしょう、セミクチュールの、はい、こっちゼブラで、ここヒョウ柄みたいな、ね、はい、一瞬マークケインかと思う、はい、セミクチュールかっこいいですね、これね、かっこいいですよね、うん、すごい着やすいです、はい、袖も太いけど、あの、なんていうのかな、うん、ダボーンとならない感じで、はい、いい感じです、いや、かっこいいです、はい、こんな感じで、ちなみにそれ色違いもありますね、色違いっていうか柄違い、柄違いあります、こっちも着てみましょう、せっかくだから、はい、えぐいですよ、後で着てみます、はい、ね、それかっこいいですよね、そう、一見派手そうだけど派手じゃないんですよね、ならないんですよね、うん、かっこいい、 YK さん似合いそうやん、そう、これあの普通にいいですよねいいですよね、うん、あの何こういう人柄、うん、で私は手に最初取らなかったしそうそうそう、ちょっと自信がないんですけれども、うんうんうん、いやいや、これなんとなく着られますよね、いやいや、両方とも、ごめんなさい、合ってるわ、合ってます、うん、そう、初めてヒョウ柄着て大丈夫かなっていう感じにはなったんですけど、うん、いやいや、うわ、手に取ったよ女王って一瞬思ったんだけどね、さっき、あ、本当ですか、うん、いや、そうなんです、やばくねって内心思ってたけど普通にね、可愛いですよね、はい、売り場にかかってるとすごい変なのよね、変っていうかこうかなり目立っちゃってっていうあれがあるんですけれど、 そんなに着てみると、うん、これ地が、うん、なんていうの、グレーみたいな地なんですよね、はい、このそう、ボリュームがいいんですよ、これ分量感がね、すごくお袖とかもかっこいいんですよ、でも形になるんですよね、そうそう、意外に落ち着いてるのって本当にそうなんですよ、落ち着いてる、うん、逆にこっちの方が華やかかもしれない、うん、あのね、普通いや普通よね、そうそうそう、なんかちょっと一瞬変じゃない、このポッケの柄とかを変えてたりとかね、はい、はい、でも楽しいですよ、潜水はこれ ね、形がやっぱり綺麗なんですかね、うん、形がいいんですかね、いや、うん、あの分量感と、そう、はい、でこれにさっきのあのクマちゃんがここにしてた、うんうん、スヌードとかポンとこうやって、うん、やってみましょうよ、えやってみましょうよっていうことは、この中にクマが着てたオリジナルのニットのワンピースとかを着れるっていうことですよね、で、こうブラージングしてもいいしっていうことで、はいはい、あらあら、またヒットみゆきさんからです、似合ってる、やっぱり女王が着ると上品になるってね、不思議でしょ、本当嬉しい、上品目指してます、いやいやいや、本当にね、えそういうの着た、こういう
ね、上品っぽいの着るとなんか変だよね。こういうので、下、さっきくまちゃんが着てた、うん、あのワンピースをこうやってグラージングをして、はいはい、こうやってちょっとこの辺見せてもいいんじゃないかなって思う。迫力ありますが、かっこよさでビシッと素敵です。本当ですか、うん、こんな風に。あのね、全然ちょっとおっかなさとかそういうのはないですよね。単純におしゃれ。こう避けちゃうみたいなね、そうそうそう、こっちからこう、うん、なんかヤク、うん、ヤクザのあれかなとかね、そういうのが全然ない。本当ですか。うん、モード。あ、嬉しいです。ナチュラル。嬉しいです。はい。はい。ナチュラルにおしゃれです。で、こちらのセンチュールのコートですね。そういうこと、そういうこと。サイズのボリューム感がおばちゃんにならず、すごくモードが湧いて、そういうことよね。本当ですか。大阪系のおばちゃんにはなんなんない。はい。これが86,900円になりますね。うん、いや、これいいですよね。うん、そう。で、逆にこっちの方が華やかになるのかな。いや、あの、どっちも普通。どっちも。そうですか。そうですか。華やかなんて言葉はいらない。普通。そうですか。うん、全然普通。それでついでにマレーラのバッグ、ちょっと見てもらっていいですか。はいはい、ね、ハンガーにかかったとき新宿2丁目と思いましたが、着ると普通に素敵です。あ、よかったです、もうその通り、うん、あ、かっこいい、かっこいいですよね。いや、なんか大女優とかモデルのちょっとね、オフの時間、ね、かわいいです。新宿2丁目に遊びに来た、いやいやいや、そうそう、うんうん、そんな感じで、かっこいい、結構テンション上がりますね。うん、なんかいいかな、いや、上がると思う。はい、結構これ皆さんおすすめ。そうですね。はい、売り場にかかってると大体手に取らないね、これね。そう、柄が好きな人じゃない、うん、ないとね、そうですね、うん、好き嫌いがあるので。うん、あの入ってきた時、あ、失敗したと思ったもんね、大台しなきゃよかったとかね。結構激しいな。うん、激しいと思ったけど。そう、激しいけど普通。そう、着てみると割としっくり合いやすい。うん、はい、いいです。色目、うん、色目もあるの形かな。うん、いやいや、あのね、全部です。やっぱりこれがファッションじゃない？あ、そうなのかな。本当にあの立ちっていうの、分量感、はい、色目、はい、そのポッケの張り替え。ね。全部がいいの。はい。はい、いやいや、めっちゃいいです。はい。はい。ということでした。はい、ありがとうございます。はい。あら、もっと可愛いじゃん。何か企みあるのかな、はい、そんな可愛い格好して。はい。こちらも同じ、はい、最初にご紹介をしたオリジナルのニットと同じ糸で作られている、はい、これは昨年作ったタイプのものですね。はい、そうですね。今回はこの色ではスカートとかワンピースは作ってないので、はい、トップスだけになるんですけど、はい、やっぱりすごい綺麗な色なので、はい、ちょっと着たいなと思って思っちゃった。はい、使います、うん、で、ゴム袖が今時期ちょうどいいので、うん、ちょっとおすすめです。オフィスとかでもいいんじゃないかと思います。すごくいいね。で、これでオーソドックスにさ、ジャケットを普通に着てもいいかもね。あ、例のジャケットね、うん、どっから行くんだろうか、いろいろ手の内を見せちゃおう。もっこちゃん、黒いニットのジャケットですよね。違う違う、うん、これでいいですか、うん、次でもこれもそれもいいですか、うん、じゃあ、はい、で、ご紹介したいのが、はい、出ちゃいましたね、じゃじゃじゃーん、これは昨日入ったばっかり、はい、フィーラベントの、はい、ポンチョショール、はい、ポンチョショール、はい、です、はい、で、ポッケがファーなところがめちゃ可愛くて、うんで、フードがついていて、はい、この取り外しができるファーがついています、うん、もうまさにスーパータイムリーだよね。ですね、本当にちょうどいいですね、うん、はい、もう着れる、本当に着れる。 T シャツの上からでもいいですし、こういう半袖でも長袖でも何でも着れます、うん、ジャケットの上からでも。冬にこれ着るより今 T シャツとかこういうね半袖ぐらいの上に羽織りたい。おしゃれですね。おしゃれです。なんか乗ってきちゃった、こういうの見るとですね、うん、で、これが
目の詰まったニットでビヨンビヨンと伸びます、はい、こちらが今年例年以上にポンチョがよく動いてるよね。そうですね、いいポンチョもまた多いですね、うんうん、値段関係なくポンチョがお店ってシマクはよく動いてるね。はい、なんかこういうのが欲しかったんだっておっしゃっていただくこと多いですね。割とフリーでもねポンって買ってくれたりとか、はい、こんな感じになっておりまして、うん、かわいいね。すごいかわいいし、あの、うん、ニットがすごい気持ちがいい。わかる、滑らかでチクチクしないです、うん、かわいい、かわいいですよね、うん、でちょっとね、うん、配色っぽく見えるところがすごい綺麗です。ティラメント得意の生地よね、うん、冬ね。そうですね、うん、ニットで配色が完璧ですね、かわいいって、ね、すごいですよね、ちゃんと変えてるところが。ソガマさん、シュガーホリデーさん、もう一つすごいかわいいのが値段がかわいいのよね。値段もかわいい。こちらがですね、ニットが04ナイロンポリエステルでファーがタヌキです。3800円。ね、うん、2万8000円プラス消費税ってことでしょ。ニットの字の感じとか、あとこのファーの雰囲気見ると、うん、もうちょっと高いかなって思っちゃう。だってティーラベント面シャツで3万するじゃん。同じティーラベントなのに。それティーラベントさんが見てたら照れますよね。照れるよね。でもこのファーの大きさもすっごい大きくて綺麗なんですよ。うん、綺麗綺麗ね、染めの具合も綺麗だしね、はい、でポックが1箇所あります、はい、そう、染めがすごい綺麗なんですよね。はい、はい、こんな感じで。本当ティーラベントシャツより安い。シャツもこれブラウスより安い。そう、羽織で、羽織で、うん、これはもう本当にって本当ですよね。曽我野さん、ね、ティーラベント結構買ってくれてるから、ね、だよね。あのよくわかるみたいな感じ。そうそうそう、あの綿のシャツより安い。照れるぜ、照れるぜ。これがあの、うん、もう本当にジャケットの上からでも着られますので、うん、ちょっとおすすめです、はい、そして、はい、本当にこれいいよね。いいっていうか全部いいのだらけだけど、うん、これいいと思います。 よかったよね。なんか、はい、ずっと着れる。ちょっと欲しいかもでしょう。いいと思います。かなり欲しいかもだと思いますね、うん、本当にポンチョとかショールって使えるので、うん、でこれもまたいいんだわね。そうなんです。そしてこちらが色違いなんじゃなくて、はい、デザインが全く違います。ブルゾンパーカーです。はい、パーがついたフード付きのパーカーになります。パーカーっていうかブルゾンだよね。ブルゾン、はい、ニットです。はい、これも可愛いんだよね、うん、あら可愛い。ちょっとジップアップしてみましょうよ。いや、なんかさ、この時期はいいね、ファッションやってるって感じでね、いいね。はい、このいやらしい配色、ピンクに紺合わないわけがない、うん、かわいい。しかも綺麗な紺だものね。そうですね、毛皮も綺麗な紺、うん、本当に。で、うん、こういうリブも全部ニットで作られてますので、はいはい、うん、同じね、糸で編み上げてます、はい、こういう下もそうですね、うん、あのすっごい気持ちがいいです。あとこれもやっぱり分量、うん、デザインのね、袖の太さとか裾の絞り方とか着丈とかウエストでこのタゴム、はい、この感じ、さっきのあのマッケンもそうだけど、このタゴミって大事よね。ウエストでキュッと絞る、そうですね、ヒップでっていうの、はい、あの絞られてて、はい、ウエストでこうたごむ、はい、この感じがおしゃれのポイントですね。あとはお袖の分量ですね。そうです、そうです、はい、ラグランにね、はみ上げてます。ちょっとここが、はい、あのゆとりがあるので、はい、逆にこうぐしゅぐしゅっとさせた時のこのボリューム感がすっごい可愛いです、うんうん、これもまたいいね。これもこんだけ素敵でチャーミングなのに、なのに値段がこれまたチャーミング。そうなんです。ティーラベントどうしたみたいな。3800円です。ってことはこれも2万8000円プラス消費税。そう、
つうことは普段のティーラベントの面シャツより安い。なんかどっかで聞いた。そう。ということはそう普段のティーラベントのスカートより安い。照れますよ。いやなんか。なんか。得した感あるよねって。ありますよねこれ。だって作り一切手抜いてませんもん。なかなかないデザインのブルゾンですね。ありそうでないわ。パーの付き方が好きです。これもそう。綺麗にちょっと立ち上がるようになってるので、顔周りがこう綺麗に見えるんですね。あと色が綺麗だよね、これね。色がいいですね。ネイビーとブルーをそう混ぜたようなね。パーの色。うん、綺麗に染まってます、パーが。サイズフリーです。はい。これすごい可愛いです。もうビヨンビヨンなので、うん、そう着やすいです。に、うん、くいよね、これね。はい。はい、開けて着ると、うん、こういう、うん。そのままでおしゃれなんだよね。ちょっとなんかこじゃれてないみたいな。うん、ちょっとお使い行ってくるわねってセブンイレブン。そう。ローソンよりはセブン行きたいわよね。私はセブンですね。うん、セブンの女王です、うん。このファールも太さもすごく贅沢です。ね、綺麗にね、はい、収まる。首元にしっかり入るのでね。うん、サイズはフリーです。ビヨンビヨンっていうか、まあビヨンビヨンである必要はないんだけど、ニット特有のね、はい、あの伸びと、うん、糸そのものの伸び、転生。テンションが両方効いてってビヨンビヨンですね。で全然チクチクしないです、はい、そしてだれません。だれないです。伸びません。は、はい、あ伸びませんって、あのすごいしっかりしてる。そうだらーってならないってことね。だらーってならないですね、はい、めちゃくちゃおすすめです。もこもこなのにもったりしないのがさすがですね。そうなんですね。さすがですよ。そう片付けもなんか面白いし、うん、とにかく綺麗ね。綺麗、うん、すごい綺麗、うん。でももこちゃんこれだけで終わんないわよね。終わんないんですかね。もう一つあれもうなかった？それでラスト？ね、うん。じゃああのジャケット着てみようよ。それのツイードの。ツイードの。うん。最後きちんと。このニット、うん、今着てほしいっていうのもあるし、はい、このぐらいの感じだったらもう今の流れの中で全部着れちゃうよね。このツイードのジャケットはさっき宮部さんが、うん、あの黒のオリジナルのニットと一緒に着たツイードのジャケットになります、はいはい、ジャケット本当この時期使えますので、ね、もう全然着れそうじゃない、はいはい、ジーンズなんかで合わせて普通に素敵だしね。そうですね、うん、で本当にこういうジャケットの上からこういうショールは使えますので重宝すると思います。ひらめいちゃったね。あいえそうなんです。そこにひらめいちゃった。そこにひらめいちゃったポンチョがあったから目の前にかかってたからで行けますので、うん、結構長い時期行けるんではないでしょうか、うん、なんかすごいチャーミングです。はい、ファッション発揮です。そんな感じ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。熊ウエストそれ絞ってる？絞ってる。あ、本当？なんか下に落ちて見えるね。え？あ、本当？うん、そうだね。その位置がいい。はい、失礼。はい。はい、さっき宮部さんが着てたまんまですけど、はい、これは。はい。下はフライガールのスカートです。うん、おお、完全に。ラップじゃないのね、うん、しっかりタイトでラップしてんのね、うん、タイトで、あ、大丈夫だ。はい、大丈夫です。大丈夫だ、はい、いいコーデですよね。なんか、はい、黒もいいかなと思ったけど、うん、この色にしてみました、うん、なんとなく綺麗だよね、この色ね。入るかなと思って、うん、一応ニットの良さも分かるし、うんうん、この下のスカート、うん、デザインもはい、多分全然紹介できてなかったんじゃないかなと思って、うん、フライガールよね、これね、フライガールの、うん、で結構伸縮してくれる感じのちょっとラメが入ったことになりますね。綺麗、うん、な生地ね、うん、綺麗です。気楽に着れる綺麗な生地、はい、うん、ジャケットジャケットね、うん、いいですよね。そう、途端にフォーマル感があってさっきの方かな、ツイードのね、さっきの、うん、そう、フォーマル感、ジャケット使えますね。ねえ、うん、これちなみに先ほどからずっと言ってますけど、基本後ろ V です。これはこれ後ろ V です、はい、後ろが
そうです。はい。みんな前部位で着たがるっていうことは、大概これ前部位で皆さんもしいるかもしれない、うん、買われても着そうですね。なんか多分上に着ちゃうと見せられないから、うん、それだったらまあ V ネックみたいな感じで着ちゃおうかなって気持ちになるんですよね。綺麗、うんうんね、に V は作れてるからね。うん、空きも深すぎずなので、はいはい、黒いのですね。綺麗だな。綺麗です、綺麗です。そうそうそう、うん、今この絵、他にも何かあったっけ？何も考えてなかった。考えてなかった。何か着てみたら、うん、キュッキュッて。ないです。ないないかい？ないないのかい？それだけかい？うん、そう、うん、いやいや、先さ、あの、着られるというあれじゃなかったから、うん、あ、そうかそうか、想定じゃなかった、うん、どうしようかな。うん、何か他のちょっと切って、なんか違うものしたらいいかな、羽織ってみよう。これって、いろいろ入ってるじゃない？入ってるけど、うん、これに合うやつってどれかな。わかんない。ないかな。ないかもしれない。うんうん、じゃあそのこれで。うん、あ、色違いちょっと当ててみて。黒とかさ。ジャケットですか。うんうん、あの中にね、中のこれ。あ、黒のジャケット。あ、はい、ありがとうございます。みんながね、あちこちで来た。いや、でも、もっこそれいいね。可愛いのブルゾン。うん、それやばいね、やばいよ、いいよ、すっごいいいよ。前から見たけど、今、すごい可愛い。うん、ちょうどいい感じ。ちょっとね、あの色違いで、中の黒で黒っていう感じも当然綺麗ですけど、これは要するに、このジャケットと中のニットがアンサンブルできますよっていう着方ですね。ですね。アンサンブルして着るとまた楽しいかなって。うん、同色のスカートで合わせておいて、上だけ黒とかでもいいですし、はい、うん、やっぱり着心地も楽ちんでいいですね。で、一回その上着脱いでみて、その中のニットをちょっと、あ、全部出して、うん、出してみてください。で、もう一回ブルーを着て。出した上でクマがベルトをするとどうなるかっていう。あ、うん、オーバー、そう、オーバーにした上からちょっと黒でポイントを作って、そのスカートの分量をちょっと減らしましょう。こう、割と長く。私は後ろが開いてるのが好きです。セクシーだし、みゆきさんです。ね、基本的には後ろ V です。うん、普通の黒の、うん、うん、それでいい。これはここの上からして、うん、そこの上からでいいので、うん、それでジャケットを軽く羽織ってみて。あの、半円バックルのベルトの黒はもうないの？ないの、ないの、今ここにはない、うん、あ、でもその感じでもめっちゃよな。まあ、前後あのひっくり返してもともとの後ろ空きで着たら仕事場面で完全に着れるので、うん、そういう形で の, あの使用もぜひぜひ考慮していただければと思いますね。はい、なんせこれ綺麗ですよね、うん、あの着心地もとっても軽いので、シンプルで本当にセクシー、モードセクシーね、うん、これでまあ元々のロングタイト、うん、合わせてもらうと、合わせたらもう完璧、うん、完璧です。ちょっといい女です。うん、ですね、そんな感じですか。はいはい、はい、ありがとうございます。あ、ありがとう。マイガールのスカートだけお値段いいですか。はい、17,600円になります。はい、スカート17,600円ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、大鳥、大鳥園子、大鳥園子って名前みたいな。はい、このニットがもう大のお気に入りで気持ちいいし、入ったばっかり。そうです、うん、でもこの立ち方、うん、ちょっと二重になってるんですよね、うん、ここの、はい、すごいのよ ね, ね、うん、でこのそれも、ね、さっきのね、あのコートと一緒でボリュームがあって、うん、はい、で折り返しがあって、このちょっと前が短いんですが、絶妙じゃないですか、ギリギリいけるかっていう感じで、でも、ね、もう大好きです、うん、高そう。そうでもないんで
ですよ、これ。ポッシーでしょ、これ。ポッシーさんで、うん、羊毛ナイロン、薬、うん、が入っていて、24,200円の。あれもっと高く見えるでしょ、うん、ごめんなさい、全然見てなかったからこれ入ったのもまだ知らなくて、はい、そう、そう、5、6万かと思ったら欲しいだでしょ、うん、こんな感じなの、もうね、来てて、マジ野菜、野菜、野菜が安いでしょ、うん、そうなんですよ、すごい気持ちいいですよ、うん、そう、ニットでもミラノリブはきちんと感も出るから大好き、はい、ああさすが絶妙なラインと組み合わせね、うん、インピン、かっこいいですね、この袖、袖がね、うん、これも折り返してあって、はい、編み地も、はい、これ面白いんですよ、うん、このカスの部分が縦に編んであって、ね、はい、ここはずっと横なんですよね、はいはいはい、でここが縦に編んであるので、はいはい、こんな感じになるんです。それもこの縦太さがあの幅が生かすようにそれ縦に編み込んでるんですね、あ、こういうふうに、はいはいはい、そんな感じですね、はい、流れてしまわないように、いいですよね、よくできてますね、はい、それで、うん、さっきの、うん、こういうコートを着ちゃうか、で、可愛いではないかなって、うん、っていうかかっこいい思います。あら、もうすっかりそれ、これ そのコート、お気に入り、そのコートお気に入りになりました、うん、はい、やかわいいですよね、こんな感じ、もう切れちゃいますもんね、これもね、これですか、うん、ちょっと熱い気がします、本当、これとこれだった、え、だって7月にボアを切れちゃったそう、しまくはね、うん、何言ったらもう9月だったら切れますね、そうか、切られるかもしれないですね、着ちゃいましょうよ、着ちゃいましょうかね、もう先取りで、はい、ゼブラコートも着てほしいです、ゼブラね、そう、ゼブラですね、はい、ちょっとお待ちくださいませ、うん、だんだんラブラレートさん、あ、乗ってきちゃいました、乗ってきちゃった、うん、入ってきたな、よいしょ、個人的にはラブラレートさんはこっちかな、いや、でもそっちかな、こっちかな、でも、あ、でもこっちっぽい、持ってらっしゃるしね、どうかな、いやいや、またそれぞれ違います、ね、うん、こんな感じですけど、はい、いかがですかね、うん、いや本当にこれ普通にいいですね、普通にね、異常にいいと思ってたら普通にいいね、そんな感じで普通に、あ、なんかちょっとね、馴染んできた、入れて後悔してたんだけどあ、じゃあ良かったですよね、うん、すっごい、はい、来て、はい、良かった、こんな感じになりますが、うん、そんな感じですか、ね、はい、はい、そんな感じですか、そんな感じですか、うん、そうです、はいはい、早いですね、いいですか、はい、はい、終わりますか、はい、ありがとうございます、はい、どうもそんな感じで終わると、いや、いいな、そうなんですよ、うん、クマついでだからそっち着るか着てみ、うん、で、それで締めましょう、そうそう両側、そう、両方でこのコートで挟んじゃう、これ、お首のここのところもあれがついてる、ね、ちゃんと、はい、台襟がついて、ね、はい、襟が、そう、かっこいいんですよね、はい、かっこよくなるように、はい、チェックが厳しいな、うん、あ、雲も似合うじゃん、ボタン止めてみて、うん、ね、ここがいいじゃん、あ、いい、いい、私ハンターみたいな、すっごい、ハンターになってきて、最初無理と思ってましたが、ゼブラいいですって、あ、ね、シックな感じ、ね、そうそうそう、そう、先日これスルーしてるでしょ、お店見えた時、あ、そうなんですか、はい、うん、ねえ、だから、うん、お洋服ってもうちょいそれ分かんないですね、あ、でもそのままでいいか、着てみないとね、うん、かわいいかわいい、うん、雰囲気違います、うん、ちょっとなんか最後一押しになっちゃったね、これがね持ってかれたみたいな、オリジナルすごいです、何物感が増しますね、かっこいい、にくいっていう、コメントいただきました、ありがとう、でも本当にいいですよね、あの、ごめん、本当に普通、そして軽いんですよ、わかるわかる、コート値段言いました、はい、8万6900円、セミクチュール、セミクチュールはクチュールはまあまあの値段だけどやっぱりいいね、なんかデザインがやっぱりね、これだから結局見るより
りも着てみてっていう感じですね、うん、かかってても手に取らないけど着たのは全然違う、ね、これがやっちゃった感はありましたけど、うん、着ると全然落ち着きます、ねうん、しかももっこちゃんこれ高いんですじゃなくて本当にこれお手頃なんですって。あこれねこれがなんかすごいお手頃に見える。高く見える。もっと着ると意外に普通の値段に見えるんだけど、これを高く見える。本当あそうこれがすごいなんかお得感が。そうそうそう。三万円。三万円。なんそうティーラベント面接29,000円。ティーラベントですよ。うん。ティーラベントですよ。うん。3万800円です。はいそんな感じですか。はい。はい。じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。コメント全部読んでいただけましたか。はい、読んでます。はい、読みましたよ。はい。じゃあ来週の水曜日自由が丘のライブになります。はい。ぜひオリジナルのニットのシリーズ、ぜひぜひお試しください。はい。おすすめです。はい。おすすめです。ね、おすすめです。まあちょっとこの秋冬しばらく突っ走りましょう。うん、ね、素敵ですもんね。皆さんに本当にワクワクをお届けし続ける自信もありますし、はいはい、そういうあの商品どんどん入ってきます。うん、まずは今日の、ミラノリブ&リブニットの4型、うん、ぜひ見に来てください、うん。細いとかね、私無理とか思う方多いと思うんだけれど、これがどんな感じで履いていただいても響かない。ヒップが響けない、お尻小さく綺麗に見えますので、綺麗に見えます、はい、何卒ご来店いただければと思います。はい、はい、すいません、また一人喋っちゃいました。じゃあ行きます。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。 This is the fashion。 ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ライブ楽しいですな、ですね、癖になりそうです。ニシニシさんからありがとうございま す、ね、結構癖になってもらえると思います。、うん、はい、普通のお店とか普通のファッションシーンではやれないようなライブと自負してますから、日本でうちしかできないライブです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本当に今日もありがとうございます。毎回毎回心から感謝しております。さらに努力頑張って楽しさを伝えたいと思いますね。はい。